歌と箱とはカナダの作家、プロデューサー、プログラマである MCM として知られる人物が制作した童話である。本書は2006年7月に制作されデジタル著作権管理の負の側面について子供向けに解説する童話である。これはカナダの著作権管理団体であるアクセスコピーライトが子供向けに行ったプロパガンダキャンペーン。 キャプテンコピーライトへの意思返しの一つでもある。同書は、クリエイティブ・コモンズ・アトリビューション、シェリアリック・ライセンスの下許諾されている。本書は、ボーイング・ボーイングやディグに投稿され、人気を博し、ボランティアたちがドイツ語、中国語、デンマーク語、イタリア語に翻訳するのは2日とかからなかった。さらに2011年現在までで、フランス語、フィンランド語、ハンガリー語、ノルウェー語、 ポルトガル語、スペイン語、日本語、オランダ語、ロシア語、スウェーデン語にも翻訳されている。2009年1月には第2版の出版にこぎつけている。同版は表紙が新調され、子供向けに適切な、すなわち柔らかい言葉遣いになっている点が特徴である。例えば、あいつはもう少しでもらすとこだった。 あいつは、オランウタンみたいに舞い上がるとこだった。というように変えている。ありがとうございます。